木康尾美さんこんこにちは、えー、あなたの意思決定が世界をつくる意思決定コンサルタントの下村拓司です。全国町村間には2つ目の提言となります。前回は2021年6月10日、2021年 東京五輪の開催可否を意思決定する手順、緊急時の意思決定の手順に関する提言でした。今回は核なき平和な世界への提言となります。えー、人には所属組織の多重性があります。この事実は、人は複数の組織に所属していて、 ある組織における意思決定が、別の組織にとって不利益な場面に立ち会う可能性があることを示します。ロシアのウクライナ侵攻には、もしかしたらこの組織の所属組織の多重性があって、和平に向かって動きにくい環境にジレンマを感じているリーダーがいるのかもしれません。 また、ロシアの国民およびウクライナの国民にとって共通の敵がいるのかもしれないと感じております。これは先にご提言をさせていただいた緊急時の意思決定の手順にも関係のあるリスクマネジメントのための概念の一つです。核なき平和な世界への公式とは、核なき平和な世界イコール独り占め経済の終焉です。 この公式は私が1973年からすべての人が幸せであり続ける地球を体現する目標を持ち所属組織の多重性を乗り越える活動を続けてきた結果導き出されました特にこの公式は私が持つ人類史及び世界の仕組みから導き出されたものです 教育カリキュラム、被爆者証言と原爆が世界に意図化された理由ともに育む教育カリキュラムです。これを開発し、世界中に染み渡らせるプロジェクトは、 日本のみならず世界中の義務教育に組み込んでいくまで続きます。この共に育む教育カリキュラムを開発し、世界に染み渡らせるプロジェクトを開始する最も身近なきっかけとなったのは、2023年4月15日、さだ、 笠岡貞ださんの被爆者証言でした。この被爆者証言には、海外からも多くの参加者がいらっしゃいました。その海外からの参加者のお一人が笠岡さんに質問をしました。笠岡さんはどうしてこんなにつらい被爆の体験を お話しし続けられるのですか笠岡さんはこうお答えになられました。キノコグモの下で起きたことを多くの人に知ってもらいたいからです。私はこの被爆者証言のイベントが終わった後、笠岡さんと個人的にお話をいたしました。 笠岡さんに私はこうお尋ねしました。私は小学生のサッカーのコーチをしています。笠岡さんの思いを実現するために私は小学生にどう言ってあげたらいいでしょうか。笠岡さんはこう答えられました。小学生の皆さんには原爆について 自分で調べてみてほしい。私はこの笠岡さんの思いを受け継ぎ、翌日16日と17日に開催された市民サミット2023、みんなの市民サミット2023に参加をして、すでに核なき平和な世界、 に向けて活動をされていた市民団体の皆様から現状の報告や今後の展開についてお話をお聞きし情報交換をさせていただきましたその中の一人にアイキャンというノーベル平和賞を受賞された団体のスージー・スナイダーさんの お話もありましたスージーさんたちの活動はあ核兵器を製造している会社に投資をしないでほしいということを投資をしている組織団体企業に対して対話をしていくという活動でしたその時スージーさんに私はこう質問しました 兵器を製造している会社には、公開されていない株主がいらっしゃると聞いております。その株主に直接対話をして、兵器を製造しない会社に業態変化をしていただくことはどうでしょうかと。 スージーさんはいい質問をしていただきまして、ありがとうございましたというふうに活動あと言われ、えー、ました。やはり、えー、経済活動の中に、えーまあ、戦争があもしかしたら組み込まれているのかもしれないという事実をお世界中の人が共有すると。 ということも、この共に育む教育カリキュラムを日本の義務教育、そして世界の義務教育の中で、えー、取り上げればですね、えーまあ、その実態も明らかになり、えー、兵器を製造しなくても、すべての人が幸せであり続ける地球が体現できるという臨場感を 世界中の人が持ているようになるというふうに確信をしております。私のこの活動の最終到達点を2021年、人類の物語としてブログを通して世界に公開をしました。その物語をここで荒木さんと共有させていただきます。 ではあ、少々お待ちください。はい。えー、ではこ、ここでその物語を読み上げます。物語、バーチャーマネー、お金の最終到達点。人類の歴史は長年個人の物欲と支配欲によって駆動してきた。戦争好きな王様から始まった人類の物欲と支配欲の時代は、王様にふくりで軍資金を貸していた銀行家による貨幣制度により、 戦争から経済に手段を変えて継続した。その現実が長い間多くの人に知られていなかったが富の配分がうまく機能しないほどに金融システムが暴走しついに一部の人たちに富が集中していることを世界中の人たちが知ることになったもともとこの金融システムの設立者たちには人類の人口問題を解決する使命感があった。 民衆のパワーによってこの不安は全て科学知識率により解決して人類の物欲と支配役の時代は終焉を迎えたこの時代に対して奴隷制度人種差別戦争かっこ原爆や人口ウイルスに代表される大量殺戮兵器等の負の歴史に注目しがちになるが経済システムの発達により家督を継がない長兄以外の子どもが独立して生計を立てられるようになり 一人の労働者が株式制度により資本家となり多くの雇用を創出する役割を担うようになった。また戦争と道具化を機会に科学知識技術が進歩した次世代の人工知能が製品化され誰もが心の姿見と知能分子を持てるようになり望む人には機械の従業員とか政府を持てるようになった。 人類の物欲と主役の時代が人類がリコと理打を同時に体現する時代に変化をしたきっかけは人類の管理通貨制度の思い込みを説いたことが起点。それまで理論として認知されていたモダンマネタリーセオリーは実は日本が長年実証していたことを2021年から2023年にかけて世界中の経済学者が認めたのだ。自国通貨立て国債、変動相場制による管理通貨制度を運用できている国では 日常生活に必要な原材料が供給される限り貨幣をいくら発行してもハイパーインフレにはならないことが明らかとなったえ。ここから全ての人が貯金をしなくても生きていける社会システムの構築が始まった。あ当時覇権を争っていた米国と中国は実はどちらも国際金融資本家がお金持ちに民衆の注意が集まらないように日常的な本をあおるカムフラージュであったことが明らかとなる。 資本論の著者、カール・マルクスさんがロスチャイルドの家系である技術からひもとかれた。この少し前から、大量生産、大量消費の経済が人類の生存を脅かすほど地球環境が破壊してしまったことを反省して、SDGs が世界規模の運動となった。この運動が経済のオンディマンド生産、シェアリングエコノミー、リサイクルの大きな流れにつながった。 時代が移り変わるとき2020年から2025年にかけて一人一人の役割が日常の仕事から人類への貢献に相対させていく活動が各国で展開された人類の貢献とは人類の課題の解決1人口問題2疫病を含む自然災害3人類の物欲と支配欲この期間課題の1と2は情報の非対称性の解消 工業化セルフケアリスクマネジメントを社会的共通資本として充実させて解決したそして人類の物欲と支配欲をどのようにしてコントロールしていくのかが最終的な人類の課題であるとの認知が世界中に広がるそして全ての人が幼児期に幸せの原点を持つことに地球の大人が貢献する社会すなわち大人の時間で回る社会から子どもの時間で回る社会へと変貌を遂げた そして自,自転車生活圏から世界の課題を解決し人類に貢献する人が世界各地に増えていったえこの総定意には世界の富を集めた富裕層の自主的な寄付が貢献したことは今でも語り継がれている歴史的事実であるそして各国の民衆から幸せを搾取する手段であった利権偽旗作戦プロパガンダを駆使した戦争ビジネスワクチンビジネス環境ビジネスは姿を消した バウチャーマネーは、その社会に参加する人は自由に貨幣を発行できる禁止システム。誰から誰の、誰に何の目的で貨幣が支払われたのか、すべてが公開されている。貨幣のやり取りは個人間で行うが、貨幣を発行する側は社会からの借り、貨幣を受け取る側は社会への貸しとなる。貢献者から社会へ、社会から受益者で、つまりこの社会に参加している人のトークンの収支を合わせると常にゼロ。 誰かの赤字は誰かの黒字。赤字は誰かに貢献する喜びを提供する機会として認知されるようになった。困っている人がいて、その人に貢献する人が現れて、貢献が終わったらお金が発生して支払われる仕組み。行いがないとお金は発行されない。この社会に参加できる人の条件がリコとリタを同時に体現する意思決定だった。結果的にこのバウチャーマネーが世界中に広まり、人類がリコとリタを同時に体現する時代が形成された。 バウチャーマネーの意味は人類に貢献することを約束したいと人がもたらす価値を社会が享受するための概念。えー、この社会の理念は強制はしない、させない、過去は関係ない、永遠の今を生きる、永遠の今を作る、今幸せを感じて次の幸せに向かう、一緒にである、えー。この人類の物語には海外からもアクセスされています。 昨年のカタール2022と今年の G7 サミット広島2023は私が昨年広島県三原市生まれ故郷に戻ってきたきっかけでもあります。それはカタール2022におけるサムライブルーの皆様の戦い方を 今年の G7 サミット広島2023につなげ、すべての人が幸せであり続ける地球を体現するためでした。そのカタール20 2022に関して、時の FIFA の会長ジャニー・インファンティーノさんがメッセージを世界中に発信されております。そのメッセージをここで 荒、えー、木さんともシェアをさせていただきます。画面を共有させていただきます。画面ご覧になっていただけてますでしょうか、えー、これはフースバル .jp というサイトの基地になっています。タイトルは インファンティーノ会長、カタールへの称賛と欧州への批判を展開。日付は2022年11月20日です。この記事です、ね、が発表される前にどんなことがあったかということについて、簡単に説明をさせていただきます。カタールで,です、ね、ワールドカップが開かれるということで、 カタールの各地に試合会場のスタジアムが建設をされていました。で、えー、それはですね、あのまあ、非常に大規模な事業だったわけですけれども、その工事現場で、ですね作業員の方がお亡くなりになったり、給料が支払われていなかったり、あと劣悪なあの、まあ、仕事環境、職場環境があるということが報じられ、 それらのですね、えー、まあ、あまあ、人権侵害ですかね。ということは、あのカタール政府の落ちるであるという論調のニュースがですね、あの流れで、さらに、まあ、そういう事実、そういうことからですね、ヨーロッパの一部の人たちが、そのワールドカップという、その、舞台をですね、 使って、その事実に抗議をするという活動をするということが、まあ、事前にです、ねあのまあ、マスコミを通じて報道されたというタイミングでした。では、この記事ですね、非常に長いので、該当する部分だけを読み上げて、アレキさんとシェアをさせていただきます。 それどころか西側諸国、一部のヨーロッパの人々は特にここ数週間、道徳的な教訓を指摘していると苦言を呈しており、一体我々ヨーロッパ人がこの3000年間、世界中でどのようなことを行ってきたかを考えれば、道徳的な教訓を訴える前に3000年分の謝罪をすべきではないだろうかと語る。むしろカタールで大金を稼ぐ欧州の企業のうち、過去に移民労働者への権利を訴えた企業はどれほどあ,あるのか。 とも述べ、利益は減るからという理由で、それを行った企業はない。だがフ、FIFA フはそれを遂行したのだ。カタールで見られる発展は、ワールドカップというプレッシャーなくして、決して実現しなかったものであると胸を張る。そして、ヒューマン・ライツ・ウォッチという団体の調査によれば、ヨーロッパの移民政策のために、過去8年間で2万5千人が死亡していると説明。 だが、金銭的な保障を誰も求め,てこ求めなかった。ヨーロッパ諸国とは対照的に国境を開放しているカタールでは、多くの人々がここで合法的に仕事を見つけ、自国の10倍以上の収入を取得し、家族の生活を助ける機会を与えていると言葉を続けた。一方的な道徳の事業は単なる偽善に過ぎない。カタールが労働条件 の面で前進したことは人権団体には認められても多くのメディアでは認められていないというえこの記事を読まれ、えー、インファンティーノさんのお考えに触れられて荒木さんはどうお考えになられましたでしょうかえ私はあ私はもうあのアジアあ日本の生まれです生まれでインファンティーノさんは イタリアで生まれてスイス,スイスで育ったヨーロッパの方です。うんまあ、文化圏は違いども、まあ、同じ世界観を持っているというふうに私は感じました。 ま、先ほどのです、ね、人類の物語に込めた思い、さらに G7 サミット広島2023を核なき平和な世界を実現あに向けて協力に総量、まあ、推進していく場にしていただいてほしい。で、私が人類史および世界の仕組みから導き出された公式は核なき平和な世界。 イコール独り占め経済の終焉であるというこの思いは岸田文雄さんにもお伝えをしております。きっとこの思いは届いていると感じております。もちろんこのメッセージをお伝えする前から、あ全国町村会の皆さん、岸田文雄さん、うんさらに世界中の人とも同じ方向にを向いて歩んでいると確信をしております。 事実を共有し、最終到達点を共有できれば、今私がお伝えした未来は、やってくるというふうに確信をしております。何かご協力をしていただけることがありましたら、ぜひご連絡をお願いいたします。近い将来、 荒木さんと町村単位で日常的に核なき平和な世界をテーマにどういう活動をしていくかというお話が町村のにお住まいの皆さんの間でされてそういう思いをその町村で生まれ育つ。 子どもたちに語り継がれる日常が来ると、そういう日常を作るための構想について、荒木さんと語り明かすことができます。ことを期待 して待ちたいいと思いますそれではここまで、えー、メッセージをお聞きしていただきましてどうもありがとうございました失礼いたします